48ハルピョンこと橋本春奈です。おはよう。ハビバース朝あったかいお茶飲むって言ってたじゃないですか。なんか使い方わかんなくて、あれって蓋開けるってことか。待って、うちがバカなのかな。蓋開けて使うの、あれなんかよくわかんなくて、あ、カイロダメだ、カピカピだ。分かんなくてやめちゃった、うん、お茶飲もうと思ったんだけど、ちょっと持ってくるね。これってここ蓋開けなきゃいけないってことだった？タイプ、そうなんだよね。開け、なんかこう私のイメージではこれをカップのところにゴンって入れて、こうやってガチってやったら穴開いてわーみたいなイメージだったけど、どうやるのかよくわかんなくて、もうわかんない、やめたってなりました。もうネットで調べるのもめんどくさくて、やめたってなっちゃった。おはよう。起きて歯だけ磨いた私、今起きて歯磨きだけした私。上手に立たない。眠たい。でも今日はメイク時間が2時間もあるんですね。そうだから、その合間に配信できるかなと思ったのね。でもね、その場所があるかが分かんないくて、そう、だから今のうちにやろうと。メイク時間2時間長め、まあ私一人じゃないからさ、そう
からその間に あれする。アラームです。めっちゃビビった。もう一回鳴る。危ない。もう三回鳴る予定だわ。あーびっくりした。めっちゃビビってた今私。そうなんだっけ、その間にメイク時間2時間の間にメイクして、メイクしていただいてっていうか髪の毛やっていただいて、着替えて、目覚ましが鳴った。20分に設定してたやつ、着替えて、あとでも早くメイク終わったらそこで寝れちゃう。でも多分無理。賑やかで寝れない。だから起きる。かわる。とりあえず眠すぎるな。今日の朝ごはん何食べる？何があるんだろう。行ってみないとわかんない。何があるんだろう。腕かゆピーは。眠そうなハルピョン、かわいい、ありがとう。めっちゃ眠いよ。まだまだ寝れる。でも明日も朝遅いわけじゃない。ちゃんとそんなめっちゃ早くはないけど、ライジンの日じゃなくて、あ、そう、明日の終わり時間を見ようと思った今。明日は何時に終わるでしょう。予定では押したら押すけど、予定では、あ、予定ではそんな遅くはないのか。この時間に終わったとして、
の時間に終わったとして、そっから私はライジンを振り起こしとかしたら間に合うかな。動画はね保存してないや。今日保存して2時間の間に覚えます。ちょっと1曲2曲でもちょっとでも頑張って覚えます。一瞬縦になります。あ、これ私ってさ何時に始めたかって分かんないのかな、いつも思うんだけど、このショールームの使用いつも思う。どうやって別のアプリで開かないと分かんない。13分、お、あと3分であれだね。これさ分かるようにマジでなってほしいんだけど、これ多分配信者側しか分かんないあれだろうな。でも嘆き、ランキング読む、うん、でも見てる人はさ別にさ知ったところでじゃないですか、なんその何分から始めたか分かったところでみたいなところはあるじゃないですか。まあ分かったら分かったなのかもしれないけど、でもさしようと思えば分かるじゃん。みんなすぐこうやって何分からですかって聞いたら教えてくれるけど、そう。でもうちはどうやって見ればいいのか分からない。これ私がその設定を見逃してんのかな、分かんないよ。とりあえずランキング4、今日も一日頑張ります。めっちゃ眠いけど、ランキングいきます。1位サプライズレバーさん、2位鉄道ナイトさん、3位イバジュンさん、4位コバさん、5位マフィンさん、6位クジノダイゴさん、7位、ネバーストップアット、昨日の配信の最後のアップが可愛すぎてハゲちゃった。9位ともゆきさん、10位トラックヤローアットゴリさん、11位にゃーこさん、12位ときめきこばぴょんあとぴょんずさん、13位ペペモンさん、ありがとう、みんなおはよう。これ15分経ったってさテロップさ見えなくなっちゃった、一回縦にしたやっぱ見えるようになった。これで出るかな、もうすぐテロップ出るかな。私がご飯食べる時間少なくなっちゃう。眠い。荷物はほぼまとめてあるから。お、テロップ出た、じゃらららら。ということで皆さんありがとうございました。朝はもう多分この後はしないで、夕方はできたらするぐらいの気持ちで、できなかったら今日はこれで終わっちゃいます。また明日は夜配信できると思うんで明日見てください。よろしくお願いします。それでは今日も一日頑張りましょう。おー、またね。おやすみ、おやすみじゃないか。おはよう。今日も頑張るぞ。おー、いってらっしゃい。行ってきます。バイバーイ。